え、じゃあ、いらん？あ、行きましょう、行きましょう、一人ずつ。いいよ、一個入れる？どうぞ。これでも大吉とかじゃないよね、これ。僕1月1日なんですよ、生まれが。え、そうなんですか？1月18日です。またて、またて。ちょっとまたて。撮りました？すいません。ちょっと待って。全然滑らんからさ、ちょっと。スマキシ。何スマキチ。スマキチ。何それ。スマキチって何？スマ移住の住って書いて、キシって書いてスマキチ。一番いいやつ。スマキチ。ちょっとよくわかんないですね。なんて書いてあるんですよ。これあの大吉とかじゃないですよね。うん、違いますね、なんか。性格とか書いてます。あなたの性格。性格っていうか変態しかないもんね。希望はじめのうち順調に進みませんが、必ず効果が上がりますから素直に進みなさい。神からのお言葉ね。はい、進みます。あと結婚配偶者を十分理解した後でないと結婚生活は困難かもしれません。よくわからんな。まあ病気十分養生しないと全開しません。全開です。基礎、時短になさい。争って争うっすよ。ぴったり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 なこと、やっぱすごいね。やっぱ神見てんな。やめます、やめます、神見てんな。開封します。はい、開封開封。いや、あげます。いや、いや、大丈夫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 です。潤ってるんで。潤ってるんで。潤ったぜ。全開です。でもこっちは性格コマキシですかね。コマキシ。こっちは性格ですね。こっちが、あ、やっぱ、あ、やっぱコマキシか。コマキシだ。スイッチ比とか書いてます。スイッチ比どういうことだろう。スイッスイッスイッスイはい、なんだろう、希望。ちょっとすいませんね、あのミッチマジやっぱスイッスイガチのガチの酔っ払いなもんで、ね、本当にやばい。なんかいろいろ書いてるけど、はい、まあ、気になるのは希望。で、僕の方が好きってこと。急に達成られませんが、何事によらずコツコツとやりなさい。高評価を得られます。僕がコツコツと。違うよ、本当に。恋愛、恋愛は、はい、あまり盲目的ではいけません、はい、多分望みは薄いでしょう。望みは薄いって。ミッチ、ミッチ恋愛なんて書いてあったんです。盲目のミッチって書いてあった。違う、それもねえ、ねえ。じゃあ、あの僕の恋愛ね。ミッチの恋愛だけ。了解了解。鎌倉とか書いてない、書いてないです。書いてたらやばいですね、めっちゃ紙。横文字書いてないし、絶対。僕の恋愛ね。ねえ、そう、恋愛、恋愛の書いてないぐらいです。恋愛、最後の方に書いてました。あれ、でもない。新しい、新しい。恋愛あるない、ない。恋愛すごい。試験、試験。恋愛とか試験で書いてある。試験もある、試験もある。ないよ、恋愛なんかないよ。じゃあ、飛ばされてますね。ミッチーも取るね、マジで。こんなことある。確かに、あれ、飛ばしないんですよ。頑張ります。じゃあ今日はレッスン、みくじ2人の結果、リリーちゃんは何？リリー氏は恋愛は私あんまりいいですね、うん、もうちょっと今年もおとなしくいきますわ。いや、でも可能性はあるじゃないですか。可能性あるじゃないですか、まあ、僕見る？見る。あの、恋愛ないから。恋愛なんかまずないから。これちなみにあの、あれですよね、生年月日から出すやつですもんね。そうそう、あのまずその、はい、なんか聞き間違いとかじゃないもんね。10月18日の人は今年ね、はい、恋愛年齢。無縁だから。無縁だね、ほんとに。無縁、無縁。書いてない、ジャンルがないもんね。そう、ジャンルがないから。あの、ほんとに、まあ、今年はもう恋愛じゃなくて、仕事も頑張ったほうがいい。去年は、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はーい、はい、の、の、また見てね。また見てねだけちょっと恥ずかしいですよね。また見てね。リリーちゃんからのいいですか。リリーちゃんからの。